はい、リュンです。今回はね、 iPhone XS Max とこの BOSE サウンドリンクミニ2をペアリングして NCS のね、著作権フリーの曲流してサウンドテストやってみたいと思います。今回もピヨコとマユの参加ですね。さっきのソニーの Bluetooth スピーカーペアリングするって言ったんだけど、こっちのちょっと忘れてたけど、近くに置いてたんだけどね、すぐ撮れるように、動画撮れるようにソニーの先に行ってて、ちょっと設定の方をちょっと、こちらですね、電源入れるんで、バッテリー 70% Bluetooth ペアリング前やってたんだけどね、これ iPhone XS Max 修理に出して新品になって、本体変わってるから、新品になってるから、ちょっとまだくる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 なってますけど、まだ遅いっすね。これ点滅してるんだけどな。 NW-Z1000 Series。 どうしてだろう。JBL のモバイル端末が見つかりません。あ、見つかった、見つかった。ペアリングができます。なんだこの T45 って。T45S って。BOSE サウンドリンクミニ2。血の骨に接続されました。今度このアップ、あれ、いいか。今度は違う曲流そう。Love You 流してみようかな。That it feels right.
going with the gun. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is... もう一曲ぐらい行ってみますか。あ、これいいっすよ。
iPhone XS Max とこの BOSE サウンドリンクミニ2をペアリングして NCS の著作権フリー3曲でサウンドテストの方をねやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。あのソニーの Bluetooth スピーカーは明日撮ろうかなと思っても今日ちょっと時間がないんでね、はい、失礼します。